はい、本日のワンポイントアドバイス、微妙な三角関係を韓国語で言うと微妙な三角関係らしいです。韓国で微妙な三角関係を実践の方はご活用ください。いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。ロラのコラを使ってね、フェスマッチの方、縄張りのバトルの方をやっていきたいと思います。一応永遠までやりました。永遠まで頑張りました。奥さんとね、二人でやりましたね。はい。で、100倍マッチも勝ったんで、1回、10倍マッチは1勝1敗で、100倍マッチ勝ったんで、おそらく役に立ったんじゃないかなとは思ってますが、どうでしょうか。疲れでね、なかなか最初縄張りバトル全く勝てなくて、どうしたらいいかなって思ってやったんだけど、キレだね。なんかこう、割とね、終盤にこう逆転されるっていうことが多くて、なんで勝てないんだろうと思ったんだけど、なんか後半ってさ、やっぱなんか塗ろうっていう意識が高まって、で、です、連ですするみたいな感じでやってたんで、ちょっと、ですしないように、とにかくキルを取る。つまり、終盤に塗れる人を減らすっていう、やばい。大持ちやり始めたらね、すごい調子が良くなって、そこそこ勝てました。で、ギアはね、カムバックからの、足は、サブセイアップをちょっと勝ち込んで使ってます。はい、サブセイ勝ち込んでやらしてもうてますって感じで、ここ塗るっていうのも結構、ね、大事なんだ。来た、降りてきやがってね。しっかりビーコンで復活を促しつつ、相手のねキルもしっかり狙っていくっていう戦法です。はい、シンプルイズベストなんだよ。やば、これやばいわ。いやー、これまずい、これまずいパターンね、ここで死ぬのは。あー、なんか結構やられちゃってんな。ピンチついてしまったか。そこそこキルしてたつもりだったんですが、足りなかったようですね。からしっかり切る、こういうなんか取れるキルは逃さずしっかり取るっていうところがね、秘訣。うわ、これもらっちゃったか。厳しいな。ちょっと飛ぶ、これ飛ぶわ。ビーコンちょっと維持できてないんで、ちょっとビーコン置けなかったのもちょっと敗因かな、これ負けたら。スプリンクラーすごい見るね、ほんと。ここはさすがに切るより塗る。やっぱりね、パブロと良いドンでやっぱ塗ったりする。まあ、仮にな、パブロと良いドンで、こう、最後塗るとなると、明らかにパブロの方が塗れるんで、それよりパブロを潰すっていう意味、イメージですね。それでローラーの縄張りきついなって思ったんだけど、勝てるようになったんで、ちょっとローラーで縄張りきついなと思ってる方は、ちょっと意識的に、まあ、キル取るっていうのはまあ当然、デスを減らしてキルを取るっていうのはまあ当然なんだけど、まあそこでちょっと勝てるようになりましたね。はい。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。